豪快なところもあれば、まあすごくなんていうんですかね、まあ親身になって、もう悩み相談とかも、まあ、真剣に聞いてくれて助けてくれたりとか、正面から自分がぶつかっていけばそれにしっかり答えてくれるので、だ素直に自分のなんか気持ちとかも、まあ、話したりとかもしやすいので、そういうのがいいとこかなと思うんですけど、もう別に失敗しようがなんだろうがミスしようがそんなのはもう関係なしに、なんかまあ一生懸命できる人をちょっとお待ちしております。はい、平均がだいたい35、6で、だ割と他の運送会社さんと比べるとまだわりかし若いのかなっていうのが目につくと思いますね。もうみんな仲いいですし、そのいろいろうちの会社で部署3つあるんですけど、お酒の配送、ボード配送、食品配送で、まあ、それぞれここにみんな仲良くて、それぞれまあ部署ごと飲みに行ったりとかっていうのはよく仲間うちではよくやってるっていうのは聞いてます。当社はですね、社長をはじめみんな素晴らしい方たちばかりです。社長はそういう方に対してすぐ目を向けて力になってくれますという会社がうちの売りでもあるので、ぜひぜひ興味があればぜひご応募してくれればと思います。よろしくお願いします。石膏ボードが1ヶ月、お酒の配送が1ヶ月あります。で、食品の配送は1週間から2週間でもできるような感じですかね。全くの未経験大歓迎ですね。経験者はもうなお歓迎な感じですかね。僕が面接します。ただうちの面接でちょっと特殊で、まあ家族のこととか、あと借金あるかないかとか、だからやっぱ私服で来てもらって大体わかるんで、困ってるか困ってないかはそういったことから聞いていってから業務内容っていう感じですかね。気軽にどなたでも面接に来てください。人生一緒に頑張ろう。ドライバー求人サイトのドライバー。